違うラジオでも言ったけど、うん、あの友達の金子くんがそれを体験したみたいで、うん、友達とカラオケを終えて当時外に離れみたいなところにカラオケボックスがガチャリって開けたら目の前でなんか友達のサドルをこうものの数秒でコココって抜いてって隣にいたその金子くんの友達がサドルマニアだ何そのカテゴリー何サドルマニアってそれ以来しっかりサドルマニアっていうのがこう俺らの間で超流行ったねちょっとしたロックバンドみたいなサドルマニアサドルマニアだどうもサドルマニアですじゃあ新曲聴いてくださいでその十数年後に俺は携帯のサイトの広告に、うん、もし俺が自転車のサドルになったらあそれあの一回目で言ってたやつだそうそうそうそれを見つけてあサドルマニアだお前かお前だったのかのいやー金子くんの友達は正しかったんだサドルマニアいたんだね盗まれた厄介だろでもそういやそもそも自転車好きじゃないですか、はいはい、でも今のところサドルマニアには出会ってない、ね、まだ出会ってない、うん、なかなかでもサドルってないですよねでもあれなくなっちゃったらもうピンチじゃんそうピンチもう移動式三角僕も早変わりするわけ確かにずっとここ立ちこぎですからね可動式三角僕もやるわけでしょいやだそれちょっとムービング三角僕もやるわけでしょぐっかり座れないねぐっかり座れないねあーっあーっあーっブレーキとかしてうわーっあ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 ーっ